こんにちは、サランです。なんか本当になんでか分からんけど毎日花火が上がるはい、ですね、今日は土曜日なので休みで洗濯をしました。さっき洗濯をして、今からちょっと何ご飯か分かんないけど、あの用意してもらってたご飯を今から食べようと思います。これね、なんかグリルドチーズ作ってくれたって思ってたら、なんか違ったカルツォーネみたいな感じかな、わかんないけど、とソーセージとポテトとサラダ、こんな感じ食べます。これはコーヒーです。ですね、今日はなんかエリバの動画出させてもらってる間にまたたくさん話したいこと増えたので、そういうことを話していきたいと思います。今日はちょっとあれも化粧も薄いんですけどまたゆったりとご飯食べながらでも聞いてもらえたら嬉しいです。よし、いただきます。まずはこれが何かどうか、何なのかっていうのをね調べなきゃ。ポテト、花火がさっき上がってたと思うんですけど、音が聞こえたと思うんですけど、私の家の周りは意味わからんけど毎日なの、本当に毎日 なるのね花火が。でも明日がインディペンデントデーで、アメリカの独立記念日でいっぱい花火が上がるって聞いてます。これはランダムで上がってるけど、明日は本当に恋にみんなプープーってやるらしくって、夜に友達と見に行きます。楽しみ楽しみ。なんか独立記念日とかそういういろんな記念日で月曜日祝日になることが多くて嬉しい。このウインナーめっちゃ辛いチリ、3連休とか言うとすごいどっか遠いところ行きたくなるけど、もうすでにロスが遠いところだから、近場でいろいろやるだけでもめっちゃ満足できる日本からするとね、こんなのロスでいるなっていうだけでね、正直めっちゃ旅行というかめっちゃ遠いところだから。なんやろこれ。なんか中身食べ覚えがある。魚また潰したやつなのかな。って言っても野菜もあるし、水、見てくださって本当にありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。